はい、こんばんは、レスです。レスキューヘリエアレンジャー2、今日から始めたいと思います。よろしくお願いします。クルーズさん、いらっしゃい。こんばんは。今からスタートですよ。さっきの子、エアレンジャーを極めた君はヘリコプターパイロットになれる。まずは自分が助かれ。 その通り。シナモンさん、いらっしゃい。こんばんは。さあ、名前入力からしていきましょう。そうですね、究極タイガーです、これ。バンゲリングベイですね、これ。オバ級ヘリです。名前はネスでいきましょう。ブーブーちゃんさん、いらっしゃい。こんばんは。ネスファクトリーオブ A1 個目さん、いらっしゃい。こんばんは。そうですね、実在する機体が多数登場する、もうヘリマニアには垂涎の一作となっているこのレスキューヘリエアレンジャー、楽しみですね。ネスキューヘリ、コードネームはネスでいきましょう。ちょっとドットがないのが嫌やな。まあいいか。挨拶できてない人多いから。うわ、じいちっちゃ。初めてエアレンジャーを見たのは親父と登山中に遭難した時だった。まだ売ってますね。そうです、コードブルーのガッキーを乗せたくて、このゲームやります。今から。え、これもう始まってる？あ、動かせる。ターゲット、ターゲット見えてますね。うわー、セットリングウィズパワー起こりそうな、この狭い地帯。これで全開か。ちょっと音でかいですかね。音でかいけどボイスがちょっと聞こえづらいな。低空で飛行。上昇下降が分からへん。あ、これか。わかったわかった。左スティック上で前進、下で後退、あとは操縦ですね。ただ右スティックでも左右旋回にできる、左右旋回できる感じ。ターゲットまであと1キロを切りました。すげえところにビバーク。チュートリアルですね、これ完全に。低空で近づけ。ちょっと待て、そのウィンチの使い方習ってない。
あ、大丈夫か。R1 ボタンでボムを降下してください。 R1 ボタン、ボム降下、ボム降下。エアレンジャー03チームのボムだ。二人とも大丈夫か。この何気ない挨拶が寒さと不安でいっぱいだった俺の気持ちを救ってくれた。この時、俺はエアレンジャーになることを決意したんだ。ここまで防ぐ、早ない？まあでもセーブデータに飽きないなかったらやばいねという非常に良心的なシステムですね。ボイス音だけを上げたいな。目指しちゃいますね。これがメインメニューか。ユーザーデータ、これ何、カスタマイズ、ああ、完璧完璧。 BGM と SE、 まあ、SE は最大でいいか。 BGM をちょっと下げるか。こんな感じで大丈夫かな。ただヘリのあのホバリング音っていうか、このプロペラの音とかは SE に含まれるんかどうかですよね。 BGM になってるんかな。まあこれぐらいでいきましょうか。PP エクスチェンジで購入したアイテムのうち、ヘリコプターに関する変更を行います。ポイントによって変わるみたいですね。スターコイン、優秀サウンド設定。そうですね、あれがない場合もありますからね。アルファアビエーションスクールエアレンジャー養成コースへようこそ。これからプロのパイロットになるための教習を行います。パイロットウィングスですよ。私はリン、あなたの教官よ。リン、ではバットはどこへ行った。簡単にライセンス取得までの流れを説明します。ライセンス取得までにクリアしなくてはならないレッスンは6つ。基本的な離着陸から始まり、定期飛行、ホバリング、スピード飛行、タキシング、そして最後に緊急時に必要なオートローテーションを学びます。なおレッスン1、2、3はフライトレベルをビギナーズで行い、後半の4、5、6はスタンダードで行います。ビギナーズレベルでは機体にかかるトルクがオートで打ち消されるため、アンチトルクシステムの操作が必要ありません。ほうほう。各レバーの名称や基本的な操作方法についてはレッスンに入る前にしっかりマニュアルを読んでおこう。まあ、軽くはマニュアル読んどいたんですけども。奥の部屋で着替えてきて、準備ができたらすぐに始めましょう。わかりました。あ、おいリー、調子はどうだ。ボブ、来てたの。ああ、さっきのやつは前に警告で助けたやつじゃねえか。そうよ、よくわかったわね。へえ、あいつエアレンジャーのパイロット志願か。そいつは楽しみだな。どうかしら、単なる憧れで務まるほど甘くないわ。あなたもよくわかってるでしょ。そうだな。いや、楽しみやな。さあ、まずは離着陸のレッスンから。離陸、水平飛行、着陸の基本練習をします。ヘリコプターのフライトレベルはビギナーズです。良心的。
ス1は基本的な離着陸の練習をします。まず L1 ボタンでコレクティブレバーを操作し、リングガイドに沿って上昇します。はあ、はあ、パイロットイングスですね。リングガイドの終点にあるタイマーリングを制限時間以内に通過できない場合はレッスンが中止します。なるほど。ん？いつから始まる？あ、もうこれ始まってる？あ、まだか。まだですね。上昇後、機体を左旋回させ、リングガイドに沿って飛行。旋回と機種方位変更。まあ、まずはお手本ですね。で、離陸か。旋回後、リングガイドに沿って水平飛行をし、タイマーリングを通過します。で、右下に制限時間が水平飛行後、再び左旋回しますが、水平飛行でスピードを出しすぎていると、ここでスムーズに旋回することができないので気をつけて。まあ、急旋回するときは右スティックって感じかな。変更すると操作がしやすくなるわ。でも上視点にするとあれですよね、これリングの高度がわからんのちゃうんかな。さあ行きましょう。さあ行きましょう。まずは上昇。あれ？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 行こうか。よしよし。あー、ちょっと待って。そうかそうか。上昇しながら行かんとダメですね。このままやと水平飛行になる。すべての ボタンを駆使して。上昇下降が結構むずいなこれ。あーあー危ない。あーよしよしよし。あーそうか、これでうわむずこれにさらにあのアンチトルクなんとかもやらんとダメなんですよね多分。よしよし。水平飛行は大丈夫なはず。これ風うわー通り過ぎた。風とか出てきたらやばそうですね。だいぶ上昇してもらってるかな。あ、大丈夫。うん？行き過ぎてるのか。ここでスピード出しすぎてたら曲がられへんとか言ってたんでしたっけ。うわこれ時間足りひんな。大丈夫。
あーでもなんかこのホバリングする感覚いいな。ピタッと。でもコード系があれか、あの時間の横ですかね。なんかこうどうしても上昇でスティック上とかにやっちゃうんですよね。あでもバックしやすいですね、これ。バックしやすいかな。よし、これで視点変更。あー、そういうこと。うわじっくり降りましょう。あー、時間ない。何もたもたしてるの？早く言いなさい。オッケー、合格よ。いきなり合格ですよ。あんなあんなフラフラしてたのに。さあ、行きましょう。え、もう一回？ん？これどういうことなんですかね。リプレイかな、これ。はあ、リプレイっぽいですね、今の。初めてにしては上出来よ。よしよし、セーブしとこう。いや、むずいですね、これ。ん？今2回やってもたかな。あ、すいません。ちょっとこれ、画面じゃないや、コメビュースクロールしてなかったです。完全にこれコメント無視しちゃってましたね。ニコニコの方、今日プレステのスーパーロボット対戦コンプリートボックス21個目さん22個目さんいらっしゃい、ありがとうございます。これパイロットウィングス、消防士のゲーム枠ですね。知事さんいらっしゃい、こんばんは、ありがとうございます。劇場版コナン君もヘリ操縦してたから平気。コメビューのスクロールが一番下まで行ってなかったです。でもなんとかまあレッスン1はクリアできましたね。あ、っていうかこの棒読みつけるの忘れてた。景気飛行、高度計、速度計、方位心の情報を見ながら、方位計の情報を見ながら飛行する練習をします。ヘリコプターのフライトレベルはビギナーズです。見ながら飛行する練習をします。ケーキはアナログタイプとデジタルタイプをセレクトで切り替えられるわ。300万か。はじめに高度計を見ながら、さすがにやっぱ船とはレベルが違いますね。うわー、これ景色いいところ飛びたいな。こ
これ実はステージクリアしたらフリーフライトっていうモードがあって自由に遊覧飛行できるらしいですよ。1000フィートに達した後速度50ノットまで加速。今度は速度0ノットまで減速します。これまた微妙にむずいな。次は機種方位の移動練習よ。まず画面上部の方位計を見ながら方位240度に機種を向け維持します。次は機種方位0度よ。ここからは方位と速度の複合練習になります。そうですよね。え、これちゃんと言ってくれるのかな、覚えなあかんのかな、これ機種方位。最後は機種方位310度速度50ノットで飛行よ。やっぱりでもヘリの音あんま変わってなさそうですよね。 BGM とは別なんかな。そうですね、コードブルーですよ。まずは1000フィートまで上昇、3カウント維持。あーでもこれやっぱ経度見ながら行ったら、経度っていうかこの景気を見ながら行ったら割と楽かもしれないですね。制御非常にしやすいですよ。これもうそろそろ下げていったらいいんでしょう。これで0でホバリングじゃないか、50ぐらいでホバリングするから。で50ノットで飛行。あ、そういうことか。うわ、むずいな。ゼロノット。240度旋回。これ船の時もこんなやりましたね。あれ、ゼロ度左旋回。そうですね、120度、50ノットで飛行。似合うでしょう。似合わないですか。あ、ちょっとスピード出す。いやー、いいですね。最後310度旋回、50ノットで飛行。いや、ゲーム神ゲー、ほんまの神ゲーってことですか。さては、確かに31コメさんいらっしゃる。いやー、神ゲーですね。レスキューヘリエアレンジャー2。さあ行きましょう。また変なのやってますね。
リクさんいらっしゃい、こんばんは。ありがとうございます。やめピュアしないですよ、多分。ちゃんとタイトル取ってるんで。いやー、リプレイ見よう。さっきのフラフラなリプレイ見てたら、怖なるでしょうね。こんなヘリには乗りたくない。いやでもヘリオンうるさいな、これなんとかならんかな。次はまあある意味リアルっぽいですけど、どっかにないかな。カプコン製かな。カプコン製のヘリ SE 効果音ですもんね。やっぱヘリの音量も入ってそうやな。緊急指令とか言っちゃって、ミサイル回顧文ゲームじゃない。緊急指令、それはパイロットウィングスですね。パイロットウィングスのヘリは完全に上から見下ろし型でしたけども、今度はもう360度ですよ。今旬だからね、ミサイル。ミサイル、まあレスキューですからね。レスキューホバリングいきましょう。レッスン3、怖いなこれ。高度維持がまあ55ぐらいでいいか。あ、そういう移動。ホバリング練習は速度20ノット以内で行います。なるほど。速度を出しすぎないよう左アナログスティックの傾け具合には注意するのよ。なるほどなるほど。20ノットを超えた状態でタイマーリングを通過してもクリアにはならないから気をつけて。ああそうそうですね、そう言われると牧村香織。もっこりしますよ。次は機種方位を変えながら同様に4つのリングを通過します。なるほど、機種方位。機種方位。なるほど、分かった分かった。だそのまま平行移動って感じですね。左スティックでの左右移動は、いやでもこれニュートラルに戻るからむずいな。そうなんですね。まあ兄貴とコンビ組んでたんですもんね、サイバリオは。そうそう、あれでもう一気にあの何でしたっけ、エンジェルなんエンジェルハートを読む気なくしましたから。フライトレベルはビギナーズのためトルクは作用しないわ。機種方位を保ちながら低速で移動することに集中するようにね。これむずいな。逃げて。46個目さんいらっしゃい、こんばんは。まずは上昇。へえ、大きい男たち。20ノット以内やったら大丈夫か。ちょ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 、平行移動ができない。こうか、これぐらいで、これぐらいでいくか。エンディングの入りがいい。
ってるの？機種を正しなさい。怒られてる。あー、これ割とむずいな。機種方位保ちながら、どこ向いてるの？え、機種方位を正しなさい。どこ向いてこれじゃダメなんですか、教官。機種方位をゼロ度に保って、こうですね。何もたもたしてるの、早くしなさい。ゼロ度に保つのがこうか。え、そんなことでエアレンジャーパイロットになれると思ってるの？クソが時間が、いやー簡単にはいかないですね。まだまだね。ミスミス。右下にあったんだね。ありましたね。こんばんは。キマスターさんいらっしゃい。こんばんは。ありがとうございます。これぐらいでいくか。そうですね。今日はエースコンバットです。これ。そろーり。そろーり。あかんが、今度やってた時間が。大丈夫。20ノット以内。あ、でも完全にゼロ度じゃなくても今 OK でしたね。銃の腕はない。グロケンの香る。そうか。OK。あ、でもこれうっかりしてると落ちてまいそうですね。めっちゃ微妙なこの スティック操作OK。 そうですね。でもまあホバリングできるからこそのヘリみたいなところありますもんね。やっぱこれが一番の醍醐味ちゃいます。あのね、ほんまにこの右スティック左スティック軽く触ってるだけでこう微調整なんですよ。もう倒すぐらいまでいったらもうグイッグイッっていってまう。銃の命中率をオスプレイでやったらもう完璧ですよ。ほんまにね、触れるぐらい。いや、でもこれはいや、完全に静止状態に入ってるな。いけるか。トンのハンマー。ネスプレイ。ネスプレイ墜落したらどうしよう。意外とこのコードもちゃんと見とかんとダメですね。90度に保って。
あんまりもたもたしてると時間切れが。よし、85度ぐらいでも大丈夫ですよ。誤差5度ぐらいでも。180度。どこを向いてるの？方位を正しなさい。270度。この年になって怒られるとは。最後の方を見てますね。最後の方、あのクソエロい最後。0度。今のなかなかかっこいい、かっこいい旋回ちゃいますよ。あのパイロットウィングスのヒゲ教官みたいな。よしよしよし、いいですね。リプレイですよ。リプレイ見ます？早送りがないんかな、これ。これ何やろ。あ！ VR、VR。視点切り替えできんのかな、これ。いや、プレイ中にこれ視点切り替えできるんですかね。VR ですよ、これ完全に。こんなフラフラしてる。あ、そろーり行ってる時ですよ、これ。早送りあったらいいのにな。巻き戻ししかない。間抜けやな。めっちゃビビりながら。あ、僕もおっさんばっかりでしたね、教官は。トップガンみたいって大はしゃぎしときながらゲロ吐いてますよね、最後に。燃料を無駄に使いまくる。あれはあれですよ、事故った時のあの被害を最小限に抑えるためにちょっとガソリンを使ってるんですよ。そういや、なんか最近なんかどこやったかな、なんかまた不時着みたいな、バードストライクかなんかでエンジン止まって不時着してましたよね。不時着じゃないか。そうそう、トップガンは戦闘機。あ、ちょっとオグエの方止まりかけましたね。大丈夫かな。回線不安定になるとアーカイブなんか変に途切れるんですよね。僕のあの配信者画面で確認する限りでは止まらないんですけど、アーカイブ、普通のアーカイブ視聴ページになると止まって、普通に流してても動かなくなっちゃいますよね。これが問題やねんな。別に途切れてもええやろ。途切れても、いやいや、ダメですよ。もう一番重要なこの、このレスキューヘリ、神ゲーばっかりですから。レッスン4はスピード飛行の練習をします。いやー、ぶっ飛ばしたいな。スピードで加速しながらリングガイドに沿って水平飛行し、タイマーリングを通過します。飛ばしすぎたらでも曲がらない。これ神ゲーですよ。そうですね。そのままスピードをコントロールしながら右旋回し、次のタイマーリングを通過します。
輪掛け。関係ないけど、芸人のナイツの花輪って、ただの花輪と兄弟らしい。あ、そうですよ。いやいや、ナイツはもう誰もが認める神ゲーでしょう、あれ。うわぁ、結構複雑やな、これ。さすがスピードテスト。ちゃんとでも水平系もあるし、わかりやすそうですね。あの下は何やろ？コード系かな？急なね、コード変更が、の方がむずいですね。同様に左旋回で飛行し、タイマーリングを通過します。右旋回、左旋回。一瞬僕もそれ頭によぎりましたけど、グッとこらえましたよ。グッとこらえました。このレッスンからフライトレベルがスタンダードになり、機体にトルクがかかります。考えること一緒でしたね。あー、これむずい。トルク打ち消し。つまりこれなんでかというと、プロペラが回ってる方向は一定で、そっちの方にこう回転していっちゃうんですよね。それをこうカウンター当てるというか、カウンター当ててその打ち消さんとダメなんですよ。こう勝手にこうくるくる回っちゃう。それがトルクのなんとかですよね。これだから反対にこうカウンターハンドルっていうのかな。だから若干こう左に切りつつみたいな感じですよね。これで初めてまっすぐ飛べる。だから右旋回の時はニュートラルにしてもいいぐらいの感じかな。勝手にこうくるくる回っていくんで。ヘリの特性ですよね。これは回しすぎか。ねじれトルク。いや、これスピードランナーこと忘れてた。もっと急がんと。ちょっとコード下がってる。九州の知名度の低さ。旋回交換。あれ絶対ベッドではおとなしいタイプですよ。間違いないな。若干高度上昇しつつ左旋回。左に旋回して、勝手に回るということは右旋回の方がしやすいってことですね。怒られますね。右旋回の方がしやすい。
いやいや、ちゃうんですよ。あー、これ違うのにな。違う。右旋回。何もたもたしてるの？早くしなさい。うるさい。よしよし。一旦コースから外れるとかなり。そんなことでエアレンジャーパイロットになれると思ってるの？疲労で怒られましたね。もっと早く行きなさいと。俺のジョイスティックが火を吹くぜ。これだからまっすぐ飛ぶのもヘリって難しいんですね。そのオートカウンターシステムみたいなのが、オートカウンターシステムみたいなものがあるんですかね、そういう機構システムとして。ちょっと高度上昇、急旋回。うわー、間に合う。こうなったら大変。そうですよね。まあ常に回転数とか同じという、同じというか。そういうシステムは作ろうと思えば作れそうですね。危ない。上昇と下降間違える。あっ、しまった。 Wii のバチャコン、 Wii のバチャコンって何ですか。うわ、大クラッシュしてもうた。104個目さんいらっしゃい、こんばんは。あ、バーチャルコンソール。いやー、それ知らないですね。バーチャルコンソールはまだできますよ、システムとして。でもバーチャルコンソール配信って僕やったことないですね、そういえば。フィールはまだ多分買えるはずですけど、まあだいぶ配信終了とか配信終了してるのとか、そうそうそう、いずれはなくなりそうですね。まあ任天堂 Wi-Fi コネクションのように、ある日突然の Wii でバーチャルコンソールやーめピッてなる可能性は高いですね。この辺から左旋回がやっぱむずいんですよ、これ。右に回り続けるから、基本的には。うわ、ぶつかりそう。
し、でも調子いいな。よしよし、同様に左旋回で飛行しタイマーリングを通過します。こっち左、そうですね、これ合ってんのか大丈夫か、よしよし、これ安定しましたね。最後は一気に急降下しヘリポートに着陸します。一気に急降下。このレッスンではタイマーリングの制限時間が少ないため極力スピードを落とさずに飛行する必要があるわ。お腹の急降下。なおこのレッスンからフライトレベルがスタンダードになり機体にトルクがかかります。ミニアナログスティックでトルクで機体の回転をコントロールするのよ。ちゃうんですよこれ。完璧、よしいや今視点切り替えしようと思ったらあの変なチュートリアル画面で視点切り替えできなかったです。いやこれいいリプレイ見れますね。さあ行きましょう。あれ、あ、あれ、あ、どういうことやこれ定点カメラですよこれネスが飛んでくるの見えますよ。ネスが飛んでくるの違うのか、これでエッチに止まる。え、ちょっと待って、今クリアしましたよね。なんで、いや、ちゃうんですよ。え、今クリアしましたよね。リプレイちゃいますねこれちょっと待って、2回やらんとダメなんですか。まだまだね。今クリアって出ましたよね。ネス飛んできますよとか言ってたら恥ずかしいじゃないですかあれなんでやろうな、時間切れやったんかな。それとも通ってないリングはあったのかな。でもそれやったらあのタイマーリング出ないですよね。なんでやろう、2周。あ、いやそんなはずはないですよ。あれ今なんであんななってんの。着陸完璧やったのにな。またガミガミ言われながら、やべ、夜のフライトレッスンですか。うわもうそんなこと言ってたら鬼教官と夜のフライトレッスン。そうですね、プロペラブルンブルン回しちゃいますよね。あかか、そんな言うてたら高度はどんどん上昇。なんでこんな、あー間違えた、ちゃう。これやばい、時間足りんようになる。
ますよ。コード上がっちゃいますね。ケギさんいらっしゃい。コードビンビンに上がっちゃいますよ。時間切れよ。そんなことでエアレンジャーパイロットになれると思ってるの？くそ。まだまだ。一回クリアできたのにな。なんかいらんこと押したんですか。さあ行きましょう。お手本でもなんか2周とかそんな言ってなかったですよね。そう、こんな危機迫るアクションの途中でエアウルフだね。サメさんいらっしゃい、こんばんは。コード上げすぎ。間違えた。あぶね。上昇下降を間違える。この辺がちょっとゆっくりめに飛んでいいか。危ないとか言うてアクセルブオンと。あ、これでもほんま機種を維持するのが大変なんですよ。これ常にまっすぐ前を向くというか。何もたもたしてるの？早くしなさい。やばい、やばいやばい。ああ。じゃこんな難かったでしたっけ？おかしいおかしい。いやでもこれぐらい完璧にやっとかんとあれですよね。まだミッションにすら入ってないっていうのも怖いな。さあ行きましょう。長くなりそうですね。こいつとは長い付き合いになりそうですね。まあまあまだ今日は初フライトですからね。あ、っていうか、なんでこんな、いや、それ、スーパーモンキーですね。なんでこんな操作性悪いんやろうと思ってたら、ずっと PC の画面見てやってました。ちゃんと分配してテレビの画面もつけてんのに、PC 画面だけを見てやってましたね。アホでしたね。あ、急にやりやすくなった。もう全面アイスステージ状態でやってましたよ今まで。いや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 、ちゃうんですよ。
ほんまに、ほんまにちゃうんですよ。いや、ちゃうんですよ。これ急に、急に動き良くなってません？ほらほら。ほらほらほら。急に動きが、見違えるように、こう、封印が解かれたかのように。間違えた。やばい、時間ない。ある程度高度を一定に保ったらもう高度上昇下降はいじらん方がいいですね。これうるさい。今の通れへんの。銀河万丈も良かった。今すげえすげえ抜け方したな今。そうでした、俺はレンジャーなんだ。いやー今の抜けてるやろ。やっとここまで来た。何もたもたしてるの、早くしなさい。オッケー。しゃ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 。ちゃうんですよ。ちゃう。いやーこれ違うんですよ。あれ影が見えへんな。あ、見えた見えた。ドーン。完璧ですよ。これはリプレイですよね。これリプレイやな。ほらほら、なんでさっきもう一回になったんですかね。最初の方が操縦に慣れてきたよね。残るはあと2つ。バカしてた。だいぶ最初の方がうまかったのにな。なんか2回やらされたからあれですよ、おかしなったんですよこれ。操作感がタキシン。ヘリポートのラインに沿って低空飛行する練習です。ヘリコプターのフライトレベルはスタンダードです。レッスン後はタキシングです。ホバリング練習と同様、飛行は速度20ノット以内をキープしなくてはなりません。離陸後ラインに沿って一つずつタイマーリングを通過していきます。なお、ラインの上を飛行するときは
必ず次のタイマーリングの方に機種方位を向けて飛行するよ。ふんふん、まあホバリングとほぼ変わらないですね。ゲームでかくないですか？大丈夫かな？大丈夫ですか？距離を長く移動するときは速度が上がりがちです。左アナログスティックを倒しすぎないように気をつけるのよ。そうやねんな。まあ、これ方位で指示してくれるからいいですよね。ゼロ度。まあ、割と短いミッションやな。レンジャー。大丈夫ですよ。さあ行きましょう。テイクオフ。ちゃうちゃう。ちゃうちゃうちゃう。どこ向いてるの？気象を正しなさい。どこ向いてるの？気象を正しなさい。ゼロ度でラインに沿って。どこ向いてるの？教官隣に乗ってるっぽいですね。これ影見えますよ。いや、これゼロ度保つのすげえむずい。どこ向いてるの？気象を正しなさい。どこ向いてるの？気象を正しなさい。何もたもたしてるの？早くしなさい。そうですね。この辺か。いや、違う違う。これ操縦スタンダードめっちゃむずいですよ。操縦スタンダード、あ、やばい、止まりそう。大丈夫かな。さあ行きましょう。テイクオフ。もうこの時点で回転始まるじゃないですか。テレビのディスプレイバッチリ見てるんですけどね。こうくるくる、こう今右スティックニュートラルなんですよ。右スティックニュートラルやったらこれぐらいの速度でくるくる回っちゃうんですよ。だこれでこれで初めて止まれるっていう感じかな。それもまた微妙な、この微妙なアナログスティック操作で。何もたもたしてるの？早くしなさい。どこ向いてるの？クソ、ゼロ度維持できへんな。そんなことでエアレンジャーパイロットになれると思ってるの？リトライリトライ。ヘリの免許取るだけで今日一日終わっちゃいますね。さあ行きましょう。この段階から機種を、うわ、ちょっと油断したらもうこれぐらいか、これぐらいか。今抜けてない。
やべやべ。何もたもたしてるの、早くしなさい。一回これずれるともうまずいですね。ずれたらやばい。どこ向いてるの？なんかあれやな、左スティック左右に倒しちゃってるんですかね。全身交代、全身交代も左スティックなんですけど、まだまだね。それで左に平行移動してもうてんのかな。さあ行きましょう。方位を見ない方が良さそう。方位を見ない方が、いやでもそれやと、あ、この線だけを 見ろってことですかね。ほら、こんな、こんなずれちゃってるんですよね。まずピタッと止まりたいねんけど、止まれない。これぐらいか。これぐらいですね。時間切れよ。そんなことでエアレンジャーパイロットになれると思ってるの？これあれやな、こう右手で、これ右手でこう右スティックをつまみ持ちせんした方がいいかもしれんな。うん、つまみ持ち、ほら、で、前進、ちゃんとゼロ度向いてるときにのみ前進。これでもちょっとずれてますもんね。そうそう、乳首コリコリするみたいに。あーあかん。いやむずいなこれ。何もたもたしてるの、早くしなさい。いやむずい。感度良すぎるんですよこの乳首が。乳首の感度なんとかできんかな。じゃあパイロット。敏感だからね。敏感すぎますよこの。この右乳首、コントローラーの右乳首。でこれこの時はもう上昇のみ。上昇のみで前進はせず。でこれで今ホバリング状態。ピタッと止まったな。完全にこうピタッと止まるポイントがありそうなんですけど、これやと強すぎるんですよね。うわー、これでも強い。何もたもたしてるの、早くしなさい。よし、オッケーオッケー。270度。あそこか。どこ向いてるの？気象を正しなさい。いった。
慣れてきましたよ。これあかんの？どこ向いてるの？気象を正しなさい。ああ、時間切れよ。むずい。そんなことでエアレンジャーパイロットになれると思ってるの？めっちゃ怒られますね。でもなんかなんとなく分かってきました。まずこの上昇加工、ここでまずこの完璧なホバリング状態を作る。これ今ピタッと止まってますね。ちょっと低いか、これぐらいでいいな。で、これでまっすぐを保つ。流れすぎやねんな。なんでこんな今右に移動した？どこ向いてるの？気象を正しなさい。やっぱりあかんな。つまみ持ちせんとダメですね、これ。安定感が全然違う。270。こっちに向いた方が。だからあれですね、こうゆっくり左に旋回し始めてるときにもうくぐってまえばいいんですよ。誤差10度ぐらいは多分見逃してくれるんで。今のあかん。これちょっとよしこの辺でゴニョゴニョやってたら、そうですね、穴を適当に突き続ければ。そうですね、よし、ゼロだ。よし、270度。あーちょ、あぶね。一旦離れて。どこ向いてるの？気象を正しな
270度でラインに沿って飛行し、ヘリポートへ着陸。着陸にならないんですかね。何もたもたしてるの、早くしなさい。どこ向いてるの。あー、やっぱ向き言われるん、これむずすぎる。くっそ。そんなことでエアレンジャーパイロットになれると思ってるの。言わないわよね。ちょっと一服しよう。着陸の角度まで指定されると思わなかったですね。着陸さえしたら何とでもなるやろと思ったのに。なんか今の間に説明書を読んで、右スティックの感度がほんま良すぎるねんな、これ。でも実際はもっと、これよりもっとシビアな操作を要求されてるんでしょうね。なんか他に見落としてるコント操作法とかないですよね。トルクの説明ちゃんと読むか。テイルローターにてトルクを打ち消します。メインローターが回転するとそれと反対方向に回転する力が発生します。これをトルクと言います。テイルローターだからヘリコプターってあの尾翼のところ横にプロペラついてるんですね。うわー、またこれ AS365 AS365N2 はあれで方向変える。そうそう、あれで方向を変える。まああれで機種を回転させるって感じですよね。それプラスまあそのトルクの打ち消し。AS365N2 はブレード回転方向が時計回りとなるため機体は反時計回りにトルクがかかる。CH47J はタンデムローターであるためトルクはかかりません。
すげえこれ、ヘリコプターの操縦説明ってちゃんと実際の機体でこれ書いてますよ。アンチトルクペダルとか。すげえな。そっか、カメラ視点これちょっと遠目でやった方が見やすいかもしれないですね。それともラジコンカメラ視点。よく考えたら丸バツ三角四角ボタンをあんまり使わない。サーフロイドみたいですね。前にあったサーフィンのゲーム PS2 のサーフロイドもほぼ左右のこのアナログスティック。X ボードっていうちっちゃいサーフボードみたいなのをこの2つのアナログスティックにはめ込んでプレイする、あのサーフロイド。よし、やろう。タキシング。レッスン後はタキシングです。ホバリング練習と同様、飛行は速度20ノット以内をキープしなくてはなりません。これ聞いた聞いた。さあ行きましょう。来た。どこ向いてるの？気象を正しなさい。ピタッと止まれるところがないんですよね。常にこうやって回転してまうでな。どれぐらい？これやと押しすぎ。この中間がむずいんですよね。何もたもたしてるの？早くしなさい。これやと倒しすぎ。ピタッと止まれないですね。てか無理なんかな、ピタッと止まることできますよね。アナログスティックのトルク打ち消す、ちょうど打ち消すポイントがあるはずやんで、そこで止めれてないんですよね。これでまあ高度はもうちょい上げるか、これぐらいで。270度。
よし。ゼロで。よし。90度。ラーメン食べたくなってきた。どこ向いてるの？気象を正しなさい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 。この出し入れが。ゼロだ。こういう感じか。これでゆっくり。どこ向いてるの？気象を正しなさい。ガツンと降りたろかな。むずい。ちょっと真ん中に降りなあかんということもないんかな。何もたもたしてるの？早くしなさい。オッケー。よし。やったぜ。やったぜ、やったぜ。やりました。さあ行きましょう。え、これまたもう一回？あ、これリプレイですよね。あれ、またもう一回？違うのかな。いや、ずるくないですよ。あ、リプレイやな。よしよし。怖い怖い。さっきみたいなことになったら嫌ですからね。よしよし。完璧ですよ。これでも、裏でちょっと練習しといた方がいいかもしれんな。そろそろクリアですよ。まあ本番がまだ始まってないですけどね。辛いラーメンを食べたい。オートローテーション、エンジン停止状態で安全に着地するための練習をします。ヘリコプターのフライトレベルはスタンダード。最後はオートローテーションを練習します。うわ、怖。オートローテーションでは上空でエンジンが停止した場合に安全に地面に着地する必須テクニックです。上空からスタートし、制限時間以内にヘリポートへ着陸します。エンジン停止状態ではコレクティブ操作により機体を上昇させることができないため、何もしなければ機体はまっすぐ急降下してしまいます。そうですよね。そのためまずコレクティブレーバーを 0% まで下げ、機体の降下スピードを軽減しなくてはなりません。しかしこの状態でもまだ降下スピードは速いため、このまま着陸するとハードランディングの危険があります。安全に着陸するためには着陸の瞬間にフレアを効かせ降下スピードを殺しますが、このフレアを効かせるためには一定の待機速度が必要になります。よって一定の速度まで加速し、着陸ポイントまでの高度と距離を計算しながら降下します。着陸ポイント上空に到達したら、左アナログスティックを進行方向と逆に倒しフレアをかけます。
フレアは待機速度が速いほど効きが良くなります。ああそういうこと。だからこうギュッとギュッとこう急上昇するみたいにしてヘリのその風を下にバンとぶつけるみたいな感じなんでしょうね。そう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 。怖いなこんなん。まだギュッ怖っ。完璧に理解できましたね。一回転しましたよ。クルリンパしました。クルリンパ。いや怖いなぁ。そりゃようなんか練習中に墜落とかっていうの聞きますよね。こういうことをやってるんですよ多分。これで高度はぐんぐん下がっている。ちょっとでも遠近感が分かれへんだな今。あれ？あかんあかん。ああこういうこと、こういうことですよ。でもまあ 着陸はこういう感じですよ。今ポジションが悪かったんですけど。オートローテーションむずいな。てかあの位置に持っていくのがまずむずいですね。さあ行きましょう。でも結局はエンジンゼロにしとかんとこれクリアにならないですよね。これで一直線に。いやー、ちょっと、もうちょっと前へ進んでからエンジン完全停止せんとダメですね。じゃないと届かないんですけど、あの滑走路まで。まだまだ。いや、間違えた。これ遠なったな、だいぶ。くそ。この時点からもう前進して。さあ行きましょう。ワコエアウルフいらっしゃい。冷凍うどんさんこんばんは。ありがとうございます。なんか機種の角度が毎回ランダムですね。こんな感じか。はい。全然遠い。もっと手前。さっきまで足りへんだのに急に届くようになりましたね。ではあのミッション開始直後から一応操作は効いてるっぽいな。これこの時点で前進してても多分。さあ
関係ないか。でもこんな感じですね。パイロットウィングスのあの あかん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 か
いやーこれ久しぶりに本日シリーズ出るかもしれんな。先が思いやられますよね。遠すぎるか。はい。着陸はまあようなってきたんですけど、あそこにピンポイントで落ちられない。放送実況放送として一番やっちゃダメなゲームじゃないですかそれ。何してんの、まだまだね、そうそうとか思ってるんでしょうもんな。あのパラシュート効果みたいな感じなんですよ、ね、うまくあの円に入らないんですよ。なんかでも開始位置が毎回どのゲームしても開始位置がね毎回ランダムですよね。これ100回やったら1回ぐらいまぐれで降りれるかな。完全にもうずっと前進してるんですけどこれ。はいはい。何をやってるの？カリキュラムは中止よ。あそこにね狙ってヘリポートに降りるのがむずいねんな。てかこんな緊急着陸やねんからちょっとぐらい範囲広くしてくれてもいいのにな。あーこれ知らない間に左右押してもうてんのか。オーバーラン。はい。自動ツッコミ姉ちゃん、棒読み姉ちゃんですよ。こうやってこうゼロにしてからまっすぐ進む。これでちょうどぴったりになるんちゃいます。一応ターゲットまでの距離は見えてんねんけど、これもオーバーしちゃいそうですね。これでもあかんか。よし、頑張れ頑張れ。エンジン停止状態で降下。やっぱ完全にエンジン切ってからですね、これ。さあ、行きましょう。
ゴー。もう一回お手本見た方がいいからね。あ、そうか、こうやって、こうやって調整したらいいんか。オーバーランしそうなら旋回しろと。さあ行きましょう。まっすぐターゲットに向かって飛ぶから行き過ぎるんですよね。あんまりもたもたしてると間に合わんしな。ローター接触、気をつけなさい。何をやってるの。カリキュラムは中止よ。むずい。このまま一直線に行くとまずですね、こっち向きで距離稼ぐか。そうですね、着陸はまあ行けても、あそこにピンポイントでそのフレアを出すためにスピードも必要なんで微調整できないですよね。操縦しなさい、操縦集中しなさい。これでちょっとこう機種を回して、これでも行き過ぎますよね。あ、そうか、別にゼロになっててもこうやってこうやっていやいやいやこうやって、あ、そうかそうか、別に途中で着陸の瞬間さえそのスピードを保持してたらいいんですよ。だからこうやってこの辺でもう微調整したらいいんですよね。これ多分高度は徐々に下がり続けてますけど、これちょうどいいぐらいちゃいます。ギリ足りひんか、足りないっぽいな。あー、ちょっと遅いな。まあでも多分今の感じですね。あれでターゲットに向かっていくな。まだ教官のセリフを最後まで言わせないこのイラつきを。さあ行きましょう。これで多分ターゲットまで
残り1キロ切ってからこう迎え始めるとか、これでもちょっとあれですね、行き過ぎですね、あのこのままだと。これぐらいかな。これだとまた距離が足りんか。これぐらいで一直線に向かえば、足りんな。もうちょい早めですね。もうちょい早めに。これやったら飛びすぎか。いやーでもまあ位置的にはまあ良かったですね。今ちょっと旋回しながら、旋回しながらの急に交代に入れたんで、ローター接触、ウォーター接触してますね。あ、ちょっと遅れたかも。ちょっと遅れたぐらいがちょうどいいか。ターゲットまで 1.15 キロぐらいでこのヘリポートに向かい始める。いやん言われてますね、教官に。てかやっぱもっと近づいてから微調整するか。結局これ間に合わへんもんな。やっぱダメですね、こうやってなんとかんない。これやっ、そうです。あかん、これやっ、足りへん。やっぱ変に途中で調整しようと思ったら失敗しますね。さあ行きましょう。最初のパワーある時点で、
バンバンしまくりですよ。数番ぐらいまではセーフみたいな感じですよ。もうちょいやっぱ位置が悪いな。前後の位置は良かったですけど、左右の位置が悪かった。180個目さんいらっしゃい、こんばんは。あーしまった。しかしこの無駄な旋回が後に功を奏すことにならなかった。明らかに足りないですね。ふん、これそんなみんなあれなんかな、簡単にいけるレッスンなんですかね。これをクリアすればいよいよ実戦いけるんですけど。さあ行きましょう。みんなやってないし。2出てるぐらいですからね。しかもこの後に2プラスっていうのまで出てるみたいですから、相当な人気シリーズ。何をやってるの？カリキュラムは中止よ。あーでも1回あれやな、こうカウンター当てるっていうか急ブレーキかけたら割とこうすんなり降りれましたね。今ちょっと飛び越えるぐらいがいいかもしれんな。さあ行きましょう。これぐらいでどうだろう。でこれ視点を点切り替え十字キーっていうのがちょっと難点でしたね。うわぁ、ええ感じちゃいます。あ、でも次いけそう。もうちょいでしたよ。下がったステージの状態から立ち上がったら次行けますね。オーバーランするぐらいで。いやこれちょっと怖いすぎるかな。ほら、やりました。ほらほらほら。これいつもやったら次いけませんでしたとかっていうパターンですけど、いけましたよ。やった。いやーこれリプレイ見よう。もうめっちゃドヤ顔ですよ。ほらーとか言って。やりました。ローター接触でもビクンビクンビクンって出ますよ。共感。あこれ気持ちいいな。しかも綺麗に降りれましたね。変なバウンドもせずに。いや久しぶりにこの青色の背景見れたな。おめでとう。ここで覚えたことは忘れないように。レンジャー。よし。
これで全カリキュラムは終了です。おめでとう、よく頑張ったわね。やりましたよ。これで今日は、今日はぐっすり眠れるな。あ、これネスですね。これからサーチ&レスキュー社の一員として研修に参加してもらうわ。この期間にしっかり実践経験を積むことね。研修所には連絡しておいたわ。しっかり鍛えてもらいなさい。ハッタをしたくなる返事やな。よしよし。でもまだ研修所なんですね。これはライセンスもらっただけ。さらにこっから研修が待ってると。トライアル、いや、まだまだ封印なんてみじんも思ってないですよ。今んとこ楽しいですから。もう皆さんすでに嫌気さしてるかもしれないですけど、すでに楽しいですよ僕。うわー、ヘリ変えますよこれ。よくわかった。そうです、超神ゲーでしょ。シークレットアイテム、スターコインとか。ほらこのヘリマニアたまらんでしょこれ。これあの輸送機ですよ。スネーク降りてきそうな空から。はっ、レイチェルアナザーコスチューム、ボブアナザーコスチューム、レイチェルレアモーション。めっちゃ気になるじゃないですか。レイチェルって誰かわからんけど、共感ネジ伏せモーションとかないんですかね。チヌーク、エポックシャ戦闘ヘリガム的な感じやな。戦闘ヘリガム、フリーフライト。あ、これや、これやりたいですよね。お前このまま課金制。これちょっと高いけど、これ買いたいな。ミッションをクリアせんとこのポイントはもらえへんのかな。カスタマイズでフライトレベルのプロフェッショナルが選択可能になります。高度なテクニックが必要になります。スペシャルカラーか、カラーバリエーションですね。水増しタイプ、いわゆるあれですよ、ゲーム内コインであの DLC 買えるみたいな感じですね。アルファアビエーションスクール、これ実在するスクールなんかな。なんかそんなことが PR ページに書いてあるんですけど、説明書の。エアレンジャーを極めた君はヘリコプターパイロットになれる。報道ヘリパイロット養成コース、訓練生募集中って書いてありますよ。あ、電話番号もしっかり載ってますね。だこのゲーム終わった後はここに電話して、あの資料を送ってくださいと。マジか、笑。そうですね。電話したらいいんですよきっと。レスキューじゃないやん。ほんまですね。報道ヘリって書いてあるもんな。レスキュー関係ないやんけっちゅう話ですよね。よし、じゃあトライアル行くか。エアレンジャーパイロットになるための研修フライトに挑戦します。サーチ&レス
スキュー社へようこそ。私はエアレンジャー03チームのレイチェルです。今回あなたの研修フライトでコパイロットを務めることになりました。よろしくお願いします。隣に乗りますね。これからコパイロットのトライアルコースでフライトし、各コースで好成績を出すことができればエアレンジャーチームへ配属されることになります。各コースでの目標スコアはトライアルをスタートする前に確認してください。トライアルは6つのコースから自由に選択することができます。では頑張りましょう。死のフライトへ行きましょう。そうですね。あ、遊覧飛行、ヘリタクシー、え、クリア条件50ドル以上獲得、4人以上獲得、チョップリフターですよ。コパンコパンとなんか格ゲーみたいな。コパンコパン島の観光スポットを遊覧飛行します。観光地にあるリングを通過するとお客さんがチップを弾んでくれます。より多くのチップを稼ぐことで多くの PP を獲得できます。またリングは観光ポイント以外にもあります。探してみましょう。コパンコパン大昇竜みたいな。そして PP を稼げるって。よし、遊覧飛行行きましょうか。それショーパンそれコパン。そうですね、クレイジータクシーシステムですね。タカスクリニック院長は出てきますね。ストゴ、あ、選べるんかな。あ、まだ無理か。2人乗りの小型ヘリコプター、スピードはないが小回りが利き、サイクリック レスポンスも高い、最も初心者向きの機種。フロントガラスが広く、コックピット視点での操縦は快適である。サイクリック レスポンスいいんか。よしよし、良さそうですね。 300cb。でも誰がチップを払ってくれるんでしょうね。2人しか乗ってないですよ。うわー、レッスンの成果出てるレッスンの成果出てるわー。これほら、もう3ドル、もう3ドルですよ。どうなんですかね。ほらほら、クレイジータクシーですよ、ほんまに。今通ったな。通りましたね。あ、そしてタイムリングで時間をさらにプラスすると。これどっちから抜けるとか関係ないんかな。裏表、うわ、恐竜、なにこれ。ひゃーそらそうなるわ。時間をくれたらタクシー受けられるからな。そうですね。うわ、これいいな。これでちょっとやりましょうか。うん、ちょちょちょ、やっぱすごいやりにくい。あ、ほらほら、見て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 、これヘリ操縦しながらセクハラできそうな。うん、レイチェル君なかなかいいじゃないか。どうだい。どうだいレイチェル、気持ちいいだろう。レイチェル
これこのまま操縦するとかもう鬼ですよね。うわこれ気になるな。でもまあでもほらやっぱりこうフロントガラスが広いからすごいですよこれ。VR ですね、完全に。僕今左向いてますもん。ほらほら。これ上向く、上向いてますよ今。これ下向くでしょ。これ右向く。これ完全に VR ですね。うわ、VR やわ。あ、あかん。やっちまった。阿蘇の遊覧ヘリでおばちゃんパイロットがおった。まあでも 400pp も稼ぎましたよ。 400pp もミッション失敗でも。いやでも楽しいなこのゲーム。でもあの視点でちょっとやりたなりますね。そうだ。ただ FPS 視点やとこの方向感覚が狂うねんな。レースゲーでもそうですけど。ちょっと真面目に遊覧飛行しましょう。そうですよね。でもこっちの方がやっぱ放送的にいいかな。うわすごい、なかなかいい眺めだ。あれ次のリングどこや。 あったあった。やべやばいやばい、なんか今気に引っかかった。これやとそのなんていうんですかな、機種の向きがちょっと分かりづらいですよね。なあレイチェル、余計なことを喋ってる間に。いやこのスリル満点のスリル満点の遊覧飛行、これはもう客に受けますよ。もうちょいこういう向き、これがやっぱ一番まっすぐなんか。あ、でもこういうのも、まあ慣れたらいけそうやな。まあ一応設定上は民間のレスキュー会社なんで、何にもないときはこういう遊覧飛行もやってるんでしょうね。見てください、前方に滝が見えますよ。え？あ、そうか、時間かかりすぎか。しまったな。スケベカメラ出してる場合じゃなかったですね。タイムリングで時間を稼がんと。まあいいか、これはもう遊覧飛行モードにしよう。あ、でもこれが一番最初かな。これが一番見やすいですかね。
真面目にこのミッションを。さあ、ちょっと機体を上昇させて。すごい。すごい。先にこれ取りに行った方がいいかな、リング。いやでもこれあれか、急旋回するべきところか。あれ違いますね、やっぱ先にあっちのタイムリングやな。これがコパンコパン名物の大滝ですよ。コパンコパンの大滝。あんでルートはいっぱいあるんか。どこ行ってもいいって感じですね。あれがコパンコパンの滝ですね、かの有名な。時間切れか。これ条件何歩以上でクリアなんですかね。でもだいぶこれ無限に稼げますよ。これレアコスチュームすぐ取れそう。50ドル以上か。まだまだですね。タイムリングくぐりまくらんとあかんな。島にある観光名所をフライトします。より多くの名所を回ります。以上。あれ、あ、もう始まった。あい、あー、ぶーちゃん。いやー楽しいな、これ優雅な遊覧飛行。制限時間があるっていうのがあれですね。よかったでしょう。ズガン。さあ次がコパンコパンの滝です。微妙に高度を上げつつ、これで50ドルやったら割とすんなりいけそうですね。
これで37ドル。ちゃうんですよ今の。いや今の当たると思ってなかった。てか後ろにあんな障害物があると思ってなかった。さっきまで来てよかった。耐えていたのに。それがあの人の最後の言葉になってしまうとは。いい思い出になりましたね。225個目さんいらっしゃい、こんばんは。そうです、これがエアウルフです。メイドの土産、メイドの遊覧飛行ができるゲームなんてあったでしょうか。レベル1つ下がった？何のレベルですか？お、いつもここで木当たるところですけど当たらない。あ、コミュレベルか。まあでももうそれはしょうがないでしょう。まあ、無料延長になったんでね。まあアンケートは欲しかったですけど、まあもう無理でしょう。僕にアンケート機能は。インスタ勢い？まあアンケートはフレッシュの方で取れるようになったんで、それも別に問題はないかな。ここでも滝見た瞬間に当たりますよね。これをゆっくりいくか。来てよかったわ。そして急上昇。もうちょっと滝スレスレを飛ぶとかいうスリルを味合わせてやってもよかったですね。こっち行くか。あかん、あぶね。思いっきり木巻き込んでますよ。やばい、時間ない。この頂点まで行けば。またタイムリングがあるんですけど。あ、これがかの有名なこのコパンコパン返事ですよ。いやー来てよかった。古代遺跡、イエーイ、ありましたー。インスタ映えしますよ、インスタ映え。より多くの名称参りましょう。55ドル獲得しましたよ。別視点を見るか。この見事なまでのフライト、フラフラでしたけど。エンジェルに。ふよ。おめでとうございます。ボーナスゼロ。あ、ニューレコードでボーナス100。うわー、これレイチェルの。レアコスチューム欲しいな。これだってレアコスチュームもらって、あれ？あ、そうか、風船割りとか、あとあて、
コパンコパン島で広がれるヘリコプター競技のうち、相変わらず木造が横道、笑運搬競技に参加します。ウィンチで吊るされた鉄球を操作し、リングを通過させていきます。鉄球がリングを通過することで PP を獲得できます。そうそう、でこれね、あのさっき FPS 視点とか ありましたけど、そのラジコンヘリ視点とかができるんですよね。ラジコンヘリ視点確かどっかに書いてあったはず。だからラジコンヘリを操縦する感覚でプレイを楽しむこともできちゃいそうですよ。ラジコンカメラ視点か。コパンコパン島は研修島ですね、これ完全に。ここで実戦を積んで、いよいよレスキュー。ないですね。チョップリフター視点は完全に横スクロールですからね。バンゲリングベイは上視点。あ、でもバンゲリングベイ視点はまあ一応あるにはありますね。5000円か。レイチェル・アナザーコスチューム。これ、ちゃんとドスケベな衣装になってくれるんですよね。きっと。シルエットだけではなんか、何も着ていない感じに見えますけど。レイチェル・レアモーション。カメラタイプ追加。カスタマイズで固定カメラが選択できるようになります。固定カメラをセットすると、機外視点でのカメラが惰性で振られないようになります。インフォメーションカラー、リプレイマルチ。いやでもやっぱフリーフライトやな一番最初に欲しいのは。あ、もうこんな時間か。さっき一瞬のあの眠気の波を超えたんで、まだまだいけそうですよ僕。これすごいゲーム泣きしてきた。すごいゲームですよこれ。神ゲーですから。これチョップリフターですね。まさに一人一人乗せていくっていう。これは空中撮影。あ、これはマスコミヘリ用やな。的当て。いやでもあの着陸ミッションが一番きつかったなエンジントラブルの後の着陸ミッション、あそこが一番眠気きてましたね。ヘリタクシーで行くか。上から順番にやっていきましょうか。都心部には急いでいるビジネスマンがたくさんいるので、彼らの希望の場所まで送迎します。なお人は一度に一人しか乗せることはできません。目的地まで乗せてあげることで PP を獲得することができます。ミスターヘリの大冒険っていうゲームありましたよね。そういう PC エンジンで。うわすげえ、これ全部ターゲットですよ。ちょこんなこと。テイクオフ。ヘリタクで。で、どこがあんで目的地お願いするよとかって言ってるけど、どこに連れて行けっていう話。すげえなんかやり手のビジネスマンみたいな。それでもあれやな、
どっかの大企業の社長でもない限り行かないヘリ通勤しなさそうですよ。うわー、これなんかビル爆で見た景色。そうそうそう、あのビル解体パズルゲームビル爆ので見た景色ですよこれ。いやでもこれ目的地わからんやん、こんなの。これがバンゲリングベイ支店ですね。あ、これかターゲット。あったあった。そうですよね。うわ、これ4人とかめっちゃきつそう。しかも4人もっと強引な離着陸せんとダメですね。4人運ぼうと思ったら一応でも250円稼げました。いきなりターゲット見えてますね。看板に当たりそう。これぐらいの距離やったらタクシーで行けや。逆に時間かかりますよね、距離やったら。ビル4つ分ぐらいの距離。よしよし、はいはい。次あいつ乗せましょう。見えん見えん。ちょちょちょ、これどうすんの。ちょ、これせこいって。これそうですよね、背面が透けないのは。これ終わってます？まだあるか？まだ時間ある？ありますよね。急いでくれ。もう終わってるのかな？
自分が今何分延長したか。あ、あと20分。ちょうどいいぐらいかな。ターゲットどこや？あった。割とみんな近場で。いやでもこれ4人で。うわっ。これでもみんなが寝るのには適さないこのヘリの爆音ですよね。より多くの人を乗せるために高度や速度をうまくコントロールしてください。ちょっとこれぐらいの視点で行った方がいいか。毎回。ターゲットは、そっか。このビルの間を抜けていく感じ。おらんのか。隣のビル。3人。いやー助かったよ。うわー、あと1人。でもこういうミニゲームを続けてたらそのうち馬なりそうですね。自然に。より多くの人を乗せるために高度や速度をうまく馬なりそうとか言うてたその瞬間。来いよ。もうこの会社大損害ですよ。民間レスキュー企業。より多
怖いですね。任せなさい。あ、こっちか。大体でも一番近場のやつを順番に落としていったら9人ぐらいはいけそうですね。さらにここには次の客がおるんで、やばい。アロサンチック。急いでくれ。あれ、どこや。あ、やばいやばい。やばいやばい。割と強引な着陸しても大丈夫やと思う。結構頑丈ですよね。あーでもあと1分か、足りんなこれ。この視点やとターゲットが見つけづらい。おー、ぶーね。なに、なに、なに、なに。やべ、くそ。怖すぎ。完全に今制御を失った。裏返りそうになりましたね。なんだ裏返って逆さま向いて飛びそうになって制御効かんようになって大クラッシュ。あぶね。めちゃくちゃ依頼ありますね。そうですね。ターゲットが、ターゲットっていうか客の数が半端ない。頑張れ、頑張れ、頑張れ。くっそ。これどうやったんやね。でもあんぐらい急がんともう世に無理ですよね。簡単に金貯まっていくな。より多くの人を乗せるために高度や速度をうまくコントロールしてください。
あそこ抜けるの怖いな、ほんま。このビルに客がおらんのがダメですよね。このビルに客おったら次早すやるけど、こんな低いところに。しかも他の客がおらん。こいつ乗せんの得策じゃないですね。次の客乗せるまでがすげえ時間かかる。あと12秒、どこや、間に合え、うわーくそギリギリ間に合わんかった。あの地上まで連れて行ったおっさんおらんかったら行けてましたね。ああ、間違えた。今完全にエンジン停止してもうた。エンジン出力を上げなあかんのに、エンジンオフにしちゃいましたね、今。あの隙に視点を切り替えて、まだあかんか、ここに客おらんのが問題ですよね。うまく客のリレーができたらいいんだけど、こいつ地上まで連れていくやつでしたっけ。どうでしたか、機体の姿勢を整えてください。
こっち行ったらダメなんですよね。パッと目につくからすぐあっち向いて飛んでいってまうんですけど、この次やねんな。この次の客をどうするか。ありがとう。でも下手に探してるよりここに一番近いやつ行った方がいいんかな。いや、こっち行くか。この辺のターゲット、ここに次の客が追ってくれたらいいねんけど。結局またこいつか。あれ？この辺じゃなかったでしたっけ？むずい。はい、というわけで、ニコニコの方も終わっちゃいそうですね。あ、しまった。リトライしてもた。とりあえずニコニコの方はこれで終わりたいと思います。それでは、コメントしてくれた方、ロムって見てくれた方、ありがとうございました。そしておやすみなさい。また次回この続きやりたいと思います。フレッシュの方はもうちょっとだけやりますかね。お疲れ様でした。ありがとうございました。ほなまたね。いや、予想以上にむずいですね、このゲーム。依頼はあんなに見えてるのに、近場での客が見つからない。というわけで、フレッシュの方ももうこれで終わりましょう。
いやー、今日遊覧飛行したかったけど、まあでも買おうと思ったら買えますね。 PPPP ポイントで、 PP ポイントじゃないか、 PP で。まあいいや、とりあえずまた、今日のところはここまでにしておきたいと思います。まあ無事にあのヘリの免許も取れて、まあ今研修中ですけども、次回なんとかあれですね、本番のレスキューやるところまでは行きたいですね。まあ次回いつやるかわからないですけども、また見かけたら見に来てくれると嬉しいです。それでは、レスファクトリーオブエイ、ロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。あとアーカイブで見てくれた方ありがとうございました。今日はもうこれで寝たいと思います。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。そしておやすみなさい。ほなまたね。